万歳してみてお腹や腰が突っ張るよっていう人はどんどん猫背になってお腹が冷たくなって脂肪がどんどん増えます。まずはチェックしましょう。立って万歳してみてください。手を高く上げた時にお腹や腰が引っ張られる感じがありますか？片っぽだけの場合お腹が前に出たりお尻が後ろに出たりしている傾向があります。その場合猫背や反り腰、骨盤後傾になる可能性があるんです。今回の動画を行うことで体幹が引き伸ばされてお腹がへこみウエストがスッキリして姿勢も良くなるんです。まずは足を開いた状態で手のひらを自分に向けます。このまま手を横に振っていきましょう。手を横に振りながらウエスト使っていきます。手を振る時の反動でウエストに力が入ると思います。体幹が鍛えられていきますので頑張ってみましょう。そうですそうです、その調子です。楽に手を振ってみてください。そうそうそう、手をね振った時にお腹周りがね少しなんか伸ばされるよって感じあると思います。終わった頃にはウエスト周りすっきりしますんで頑張りましょう。最後までできるメニューになってますんでね、楽しく立ったままやりましょう。はい、ですよ。次は手を前後に振ります。この時にちょっとお腹、お尻振ってみてください。楽に手を振ってください。お腹を伸ばす、腰を伸ばすっていう繰り返しです。マイペースでいいですよ。その調子です。いいですね。だんだん気分が乗ってきましたね。いいですよ。そうそう、お腹、腰楽にね、動きはね大きくでもちっちゃくてもいいです。無理のないようにやってください。特にこの動画初日にやる方はね、やっぱり体ウエスト硬いですから無理しないようにしてください。2日目以降に頑張る方はちょっと無理していいですからね。はい、いいですよ。そしたら手を頭の後ろで組みましょう。このまま足開いて息吐きながら前かがみ、ふーっと前かがみ、ちょっと膝を曲げて胸を張る、お腹を縮めて胸を張る、腹筋運動ですね。これはいいですよ。その調子です。息しっかり吐きながらお腹をぐーっと引っ込めて、ちょっと膝を曲げて腰をちょっとキューッと曲げるイメージ。膝少し曲がってる方がやりやすいよ。そう、その調子。いいよいいよ、できてるよ。よし、はい、オッケー。で、今度足少しね狭くしましょう。今度かかとを上げた方に体を倒す。かかとを上げた方に体を倒す。お腹のね、横、かかとついてる方のお腹の横がね伸びてると思います。これも息吐きながらふーふー、いいよいいよ、その調子ですよ。結構引っ張られますよね、これね。これくびれ作りにすごいいいんですよ。男性も女性もね、やった方がいい。これはビールっ腹の男性やね、ウエスト周りの脂肪が取れないよっていう女性にぴったりになってますから。ふー、いたきな、その調子。いいよいいよいいよ。はい、そしたら今度は手を振りながら交互に動かします。かかとの上げ下げしながら楽に手を振ってみて、この手の反動でねウエストが使われますからね。ふうふう、そうそう、かかとをね上げ下げしながら交互に体重移動、楽にいきましょう。楽に力抜いて、いよいよその調子。呼吸をねため息つきながらふうふう、楽にやっていきましょう。
初日の人はね、無理に引っ張ったら次の日筋肉痛になるってやつね。気をつけてね。よし、あと少し。よっしゃ、オッケー。結構ウエスト使ってきたよね。はい、足もう一回ね、ちょっと広く開いて、今度は手を振ったら回す。まずは片方だけにね、ふーっと回してみて、ね、軽く振ったら強く振る。ふーっと、かかともね、一緒に上げながら体をひねってみて、斜め上に引っ張る感じ。しっかりウエストがね、伸びると思いますよ。いいよいいよ、この調子。持ってるボールを下に投げ落とすみたいな感じ。ふー、そうそうそう、ふう、呼吸を合わせて、ふう、楽に体をひねっていきましょう。いいよいいよ、あと少し。はい、オッケー。効くよね、ひねるのってね。どんどんウエストがね、細くなってるからね。今度は反対にね、ちょっとひねったのを大きくひねる。軽くひねって大きくひねる。呼吸合わせて、ふふ、いいよいいよ、脂肪飛んでけーっていうイメージでやってみて。はあ、いいよいいよ。飛ばすっていうのはね、すごいいいこと。もう悪い運もね、もう全部飛んでけー、減らない脂肪飛んでけーっていうイメージでね、体ひねってみて。いいよ、その調子。体をギューンとひねる。お腹がしっかり伸びてるよね。いいよ、よーし、 OK。 今度足をね、前後にしましょう。そしたら前後もちょっと横に開いて、万歳万歳。前足のつま先上げて万歳。手の反動でね、体が上に引き伸ばされるイメージ。いよいよ、また調子。さっきのね、初めにやった腹筋反る、腹筋反るってイメージ。呼吸はふるふるってイメージ。そうそうそう、いいよいいよ、できてるできてる、バッチリよ。引き伸ばして、よし、反対も一緒ですね。足前後に開いて万歳ね。行こう、ふーよ、ふー、息吐きながら、ふー、しっかり体を上に引き伸ばす。高く万歳。だんだんね、ほんと身長も縮んでくるからね、ちゃんと体を引き伸ばさないと。で、体を引き伸ばすってことは、抗重力筋といって、体の姿勢を保つ5つの筋肉全部使われるんですよ。これすごいよね。体を引き伸ばすっていうのはすごい大事。筋肉が伸びたらリラックス効果もあるからね。で、これとやりながら有酸素効果もあるから、脂肪減りながらお腹がへこむの、いいよね。よーし、OK。で、今度は軽くね、歩きながら片手で手首持って横に引っ張ってみて、この状態、はい、この状態で胸を張って、まあ、楽にね、足踏みしましょう。まあ、止まっててもいいよ、止まっててね、引っ張ってるままでもいいんだけど、まあ、止まっててもったいないからね、まあ、ちょっと歩いて有酸素運動しましょう。胸張ってね。やっぱり肩甲骨がね、動かなくなると巻き肩、ストレートネックが治らなくなるから、ちゃんとね、胸張って肩甲骨をね、動かすってことが大事。猫背になるとお腹も出るから、まずね、お腹、腰、猫背、ストレートネック、この4つを治すのが大事。よーし、オッケー。反対も一緒。あんま強く引っ張るとね、肩と肩甲骨痛くなっちゃうから、軽くでいいよ、軽く。2日目以降の人は結構引っ張って、はい、引っ張ったままで歩こう
もし手首、手が届かないよって人は指先持って引っ張ってみて。さあ、このままね、歩いて有酸素運動です。いいよいいよ、その調子、頑張れてるよ。今日も頑張れてる。コツコツやれば脂肪は減る。姿勢が変わればお腹はへこむ。いいこと尽くし。いいね、胸張って、そうそうそう、ニコニコしながらやれば運動も辛くない。辛いと思ってるのはイメージだけ。よしよーし、 OK。 はい、じゃあ今度はかかとを後ろ前前後に体を動かします。つま先かかと、これでバランスを取りながらお尻を前後に動かすと体のまっすぐなラインがどこって分かってきます。つま先にするときね、結構ふくらはぎ疲れちゃうから、お尻が動くことでかかとが上がるイメージ。楽にね、楽にこうやって動かすと止まったときにまっすぐって分かるんですよ。これいつもどっちかに傾いちゃってるからね、これが治ってきますよ。いよいよ、よし、 OK。 で今度は足を後ろに曲げたら手を振る、こういうイメージ。後ろに曲げた方に体をひねっていて、これでしっかりウエスト引き伸ばされるよ。ちょっと分かんなくなるけどね、まあ分かんなくなったらまた戻してみて、曲げた方にひねる。これで息を吐きながら楽に上半身ひねってみて、胸張って息吐きながら、そうそうそう、バッチリバッチリ、いい感じ、リズムいいよ、そうそうそう、これもも裏がね結構鍛えられるよね。でも使ってるのはね本当ウエストなんでね、曲げた方にひねる、これで腰も背中も鍛えられるからね。よし、そしたら今度は前に曲げた方にひねる、ひねる、いきましょう。前に曲げた方にひねる、息を吐きながら、ふうふう、どっちかというとこうやって斜めに振るよりはまっすぐ上げて振る方がちゃんとひねれます。こういうのではね、こうちゃんと体幹安定させてね、骨盤がついてるとひねれないよね。ここを固定してひねる、うん、そうそうそう、いいよいいよ、息吐きながら、うん、うん、そうそうそう、いいよ。顔を一緒に振っちゃうとね、目の下に神経ね、顔前に見たまま体を振ってみて、吐いたらひねる、いいよいいよ、と少しよーし、 OK。 そしたら今度は斜めに手を振る、楽に振ってください。まあ、極端に言うと8の字を手で作るイメージ、こんな感じ、楽に楽に楽にひねってみて、そしたらね、手を振った時に反対側にお腹を引っ張ろうっていう意識が働くから、なんか突っ張る感じするよね。手を戻す、この丸カップに引っ張られるよね。これ鍛えられてるんですよ、すっごい。もう腹筋のすごい効果ある。これ、1、2、3ってもう腹筋1回つけてるの一緒だからね。いいよいいよ、あと少しだよ。いい汗かいてきたよね。よし。はい、じゃあ最後はね、こうやって、トントントン、トン、かかとをトントン落とすだけ。楽に力抜いて。あんまり強くね、かかとをドーンってやるとね、結構首とか頭振動きてから痛く感じちゃうから、まあ軽くね、床が柔らかい人はいいんだけど、硬い人は結構腰と首にゴンってくるから、軽くね、楽に、いいよ、その調子、呼吸をね戻しながら、
クールダウン、すごい大事よ。クールダウンせずにトレーニング終わったら、つらかったで終わっちゃうからね。クールダウンして終わったらね、あー、すっきりしたになるから、もう絶対クールダウン大事。よし、よーし、オッケー。はい、それでは最終チェックしてみましょう。万歳してみてください。どうですか？なんかお腹や腰、初めの突っ張り感ないよね。どう？ちょっと横とかにも倒してみて。突っ張る感じあんまりないよね。これ体がすごい引き伸ばされて、お腹もすっきりしてる証拠です。ビフォーアフター分かったよっていう人はグッドボタンやコメントで教えてね。毎日続ける人は説明欄を使って何日丸記載してみて。ウエスト周りに効果が知りたい人はメジャーで測りながら続けてね。ご視聴ありがとうございました。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。